どうもこんにちは、なっちでございます。5月の30日です。だいぶね、風邪治ってきたんですけど、まだ治ってない。結構長いですね。じわじわと。症状ひどくないんですけど、なんか軽めの症状がずっと続いてる感じです。はい、ということで今回は昨日闇ミルを使いました。見てくださいましたでしょうか。今回はその闇ミルが分岐というか究極しますので、そいつを使ってみたいと思います。それがこちらの光ミルでございます。まあどっちが強いとかそういうのは正直ないです。全く性能が違うんで、あわよくば2体欲しいみたいな感じなんですけど、いかんせん入手困難っていうね、そういう状態です。性能といたしましては、自身が追い打ちを持ってて7コンボ強化2個持ってますので、火力が出ます。自身が今まで見るってやっぱり降臨キャラだったりそういうとこあったんで、ちょっとね火力出しにくかったんですけど、今回はまあその購入限定というのもありまして、火力が出しやすくなっております。無効貫通も一応可能です。スキルはそんなに変わっておりませんが、スキルは時を止めるが残ってまして、陣がつきました。光は未回復ですね。アポカリプスとかと一緒です。リーダースキルはなんと 7×6 マス。光の全パダメーター 1.5倍、回復十字消しでダメージを半減9倍と、76に加えて全パラに加えて十字消しは残っているっていう素晴らしいスペックを持っております。ということで使っていきましょう。相方はね、アテナアナザー、発音おかしかったね、アテナアナザーかなと個人的には。まあいろいろ組み合わせはねあるかと思います。普通のミルと組み合わせてもいいし、まあ、光ミルでも使えなくはないです。ただまあ片方が 7×6 なんで、やっぱり違う普通の盤面のキャラの方が多分火力は出るよね、きっとね、多分ね。なので今回はアテナアナザーと組み合わせてみたいと思います。ただアテナアナザーにすると神タイプ限定になってしまいますので、そこには注意です。頑張りましょう。多分強い。ただ問題点はね、追い打ちするときにめっちゃ回復必要なんで、そこかな。だから11個必要なんで、回復作れる変換とか陣がたくさんあるといいと思います。光が遠い。さあどうだ。ちょっと今カナンの追加効果で落ち込んが発生しないんで、そこは残念なんですけど、あれ今 L 字を組んでいたんだね。読みが持ってんのか。なるほど、回復振ってこうぜ。でもあんまりコンボするとさ、こいつさめんどくさいことするからさ、コンボしたくなかったんだよ今んとこ。でも落ち込んないならやってもよかったかもね。一旦回復待ちです。で今回アテナと、まあどっちもアテナなんですが、のんちゃんとアナザーがいますので、ウェイを組んでやると火力出ます。分かってますね、落ち込ん先輩ね。今のはね、ウェイを組みたいんだろうと言わんばかりにやってくれました。そしてバーチェはこのパーティーにとってはすごくありがたい存在です。回復も光も欲しいので、なんなら99ターンやってくれてもええんやでっていう感じですね。おお、素晴らしい、素晴らしいです。別にこいつにそんな火力必要ないんですけど、ありがたいですね。カナンってこれ何ターン回復するんだ。5ターンぐらい。あ、5ターン回復するんだ。じゃあもう1回使っちゃって、でまあ次のターン倒せばいいよねっていうお話です。いや、この回復つながっちゃった事件怖くてね。特に 7×6 ですから、さらに起きやすいと、その事件が。なんでこんな光がたくさん降ってきたんだ。
やっぱりここも追い打ちを狙う余裕ないんですよね。そんなに回復がやっぱないんで、ちょっと後半根性持ちを引いてしまうと大変かもしれません。ただまあ根性まではいけますよね。まあ場合によってはその 75% 減が相当強力なんで、もうそれでなんなら相手の発狂も耐えちゃおうとか、そういうのも可能だと思いますし、火力次第ではね。今そんなに回復消す必要なかったじゃん。意外と欠損するね。 7×6 だから欠損率はだいぶ下がったかなと思ったんですけど、意外としちゃうもんですね。さすがにここそのまんま突っ込む勇気ないんで、ミルを使いたいと思います。時の歯車よ。まあそうか、止まんのか。別にこれほっといてもいいんですけど、せっかくならこの状態でたくさん消そう。76だし12秒あるんで、今回ばかりは操作した方がねいいかもしれませんね。でほら見て、まだ欠損してんの。なんなの。でもこいつぐらいさ、十字なしでさ、なんとかなったりしませんかね。弱点つける上にキラーも結構入るかと思いますの で次のオーガも一応軽減なしで受けれますから、やっぱ倒せますよね。 OK です。デンジャラスアフロじゃないですか。困りました。久しぶりだね。最近見なかった。そういや存在すら忘れていた。そこに水が落ちる。よかった。でこれで1になるのは確定なんで、めっちゃ落ち込ん。ここはじゃあ水の1コンボでもしておいて、ここは十字組みたいんだよね。次に先制があるんで。ですからこんな感じで、ここは多分ウェイが大事です。ウェイをちゃんと組んでやんないと貫通できないと思うので、しっかりとウェイを組んでいきましょう。いけるかな。1個で 4-3 入った。 4-3 ならいけそうですね。よし、やっぱアテナがね火力出すんでね。アテナは火力としても優秀だし、回復もね生成できますので非常に便利です。リーダーがアテナってこともあってね、使いたくなったし。さあここはまあいいか、普通にやっちゃって。ただ神キラーとか全くないんだよねこのパーティー。カーリーとか不安なんだよな、こういうイザナミとかな。大丈夫だとは思うんだけど、一応光半減もついてますからちょっと怖い。光半減あったんだあいつ、知らんかった。ちょっと今日はね一段と喉の調子が悪いね。なんか治りかけなのかな。ちょっと喋りにくいですね今日ね。さあまたやってまいりました、ラクシュミーちゃん。最近またなんかこの子出番が増えてきたね。操作時間は一応延長がついて7秒なんで、まあまあ余裕がある。まあまあ余裕があり、こうしてこうしてこう、大丈夫だね。怖いね。黒と数字だけでいいのにサングラスかけとるもんでさ、見にくいんだよね。
さてさて、ここには作戦があります。リーチェが溜まっております。属性吸収無効ができますので、ここはちょっとドカンとやっちゃいたいね。でも光半減あるんですね。ちょっとそれ怖いですね。一回木の上とかで様子を見てみよう。これで、あ、いけるんじゃねってなったら行きます。まあ多分そんな参考にならんと思いますけどね、このダメージはね。さあどうだ。そんなもんか。エンハンスをつけたら多分確実なんですけど、そんなことをする余裕もないんだよね。おとなしくサマソで行こうか。ちょっと光半減怖いや。あんま減らんな。あんま減らんてかさ、欠損多すぎるんだって。どんだけ回復なくなんの。結構いろんなドロップを消してるつもりではいるんですが、意外と欠損しちゃうんだよね。とか言うとめっちゃ降ってくるんだよな。絶対にウェイでは殴りたいので、ここもウェイは入れたい。3で行きたいところですが、3だとちょっと貫通力が不安なんで、やっぱウェイは組んでいき、十字を組み、回復取っときたいけど、まあコンボしたいよね。光そこに降ってくると熱い。降ってきません。火も落ちます。落ち込むもいい感じ。すごい15コンボ。お疲れです。また光半減じゃないですか。どんだけ光半減出るんですか。そして追い打ちも欲しいっていう最悪なキャラクターですね。困りましたね。困った困った。門芸で受けてもいいし、ミルで追い打ちを作ってもいい。こっちかな。こっち使いましょう。そうでしたそうでした、これが始まるんでしたね。ウェイをなるべくたくさん組んでいきたいので、まあ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 、悪くない悪くない、いけるんじゃないかな。素晴らしい。これは絶対いった。18コンボ。これは 7×6 ならではの火力です。あれあれ、組んでなかった。あれ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 、この人自覚がありませんが、組んでなかったのかな。まあでもなんか意外とそんなやばいことはしてこなかったっていう、むしろ自己防衛に努めてくれてありがとうございますっていう感じですが、結局色は足りないんですよ。光すらないんで、逆に言えばここは火力出ないってことですよね。でこの後あれかな、ポイズンスワールかな。困ったな。もったいないな。今めっちゃ落ち込んきたのに組めてなかったんか。でやっぱり追い打ち分なんて降って、そんなに減っちゃうんだね。意外と脆いんだねこいつね。やっぱりアテナをね、動かせるようにしておいた方が良かったですね。これもやっぱり橋姫で貫通させないにしても使っておくべきだった。そうしないとやっぱりこういうやつが出てきた時に回復足りない問題がちょっと痛すぎるんで、皆さんぜひ使う場合はね、どんどんその回復生成できるスキルは動かせるようにしておきましょう。今回はたまたまうまくね調整できましたが、意外と柔らかいみたいです。18です。よかった。ベオーク来たらどうしようかと思ってたんですよ。こういう時いつも出ますからね。ちょっと無効貫通今回持ってきてないんだよなって時に、いつも隙あらばベオークってありますから。オッケー。こいつは別に根性まで行ってもそんなに怖くはないので、言うてバインドなんで。いやそりゃ昔は怖かったんですけど、最近はね誰も受けませんから、なんならこんだけで倒せますから。さあこっからです。こっからも言うて油断はできません。なんでかっていうと神キラーとかついてないからです。そういう面で油断ができません。でここはまだ火力を出したくないんで、光はつなげたくない。ロックだけ解除しておいて、で起きたって2ターン続きましたっけ。続きますね。使っておきましょう。
よし、行きます。ここでウェイを組んでおく、十字を組んでおく。んーで、闇そこに置きたかったな。まあまあ言ったでしょう。ウェイの落ちコンもありがとうございます。あ、こいつも言うて光半減あったんだね。そうなんだ、カーリーはないのか。ここはね、最後は使いたかったんですけどね、ジンとかね、残念ながらありませんので、このまま殴るしかない。ただ一応これで回復十字を作ることが可能です。ちょっとでかいんだ76は。なるほどね、門限も使っておきましょう。逆に困るんだよな、ちょっとでかいとな、繋がっちゃうからさ、このまんまだとね。じゃあ23秒あるから、ここで木を挟むようにして、でここは水、闇、こっちに回復で、光はウェイで行きたいからこんな感じか。これね、ワンパンはね、ちょっとね、なんとも言えない、できるかわかんない。落ち込む光は入らず、どうでしょう、いけますね。そういや回復キラーだった。最後は時止めていきましょう。時の歯車よ。ウェイ組んで、まあまあまあこんな感じかな。いや、ちょっと追い打ち組み忘れたのはダサかったです。はい、ということで使ってみましたが、まあ強い、そりゃ強いんだ。こんな性能、弱いはずがないんだが、ちょっとやっぱね、欠損がねなくはないんだね。で、追い打ちも組もうとするとさらに大変なことになるんで、軽い変換をたくさん詰めておくとね、コットンとかでもいいですね、詰めておくといいと思います。ただコットンは紙タイプではないんで、そこは注意してください。個人的にはこっちの方が楽しかったかな。なんか L 字の方が気持ち楽だった。やっぱ追い打ちもあるし気持ち楽でしたね。だから逆にこっちも目覚めがねあるといいかもしれませんね。闇の方僕99ターン目覚めつけてやったんで、そういう意味の違いもあったかもしれません。以上です。終わります。さよなら。